皆様、ゴニヤマトです。ロシア軍は、ドネツクでの戦闘を有利に進めているようですね。それは、ロシア軍が、ドネツクへの機動力や火力の集中という理由があるみたい。ロシア軍は、今セベロドネツクに兵力を集中させているみたいですね。今、ウ軍は、対砲兵射撃能力の向上に力を入れているようです。今回は、米国が提供したハイマースについて皆さんと見ていきたいと思います。よろしくお願いいたします。高機動ロケット砲システムハイマース。アメリカのウメジーはウクライナに対して新たに投じる7億ドル約900億円の軍事支援の一部として、射程距離約80キロのミサイルを発射可能なロケットシステムを提供する考えを示しました。エーテレグラフ紙によると、米政府高官は中距離の射程を持つ M142 高機動ロケット砲システムハイマースを少数提供することになるとの見通しを示しています。ハイマースは射程約80キロのミサイル6発をコンテナから発射するもので、トラックに搭載する形で移動が可能です。ニューヨークタイムズ紙では、ハイマースは衛星誘導システムに対応した精密誘導弾を発射でき、着弾時の威力は空中投下式の500ポンド爆弾にほぼ相当すると解説しています。日頃からの訓練や練度が必要とされる対砲兵射撃はウクライナ軍にとって難しいと言えますね。ですからハイマースなどの技術で能力を発揮するような装備が重要となるのです。今回供与されたハイマースは多連装ロケット砲システムの一種です。多連装ロケット砲には無誘導のものと精密誘導のものがあります。今回は精密誘導のものです。 M270MLRS として実用化されていた実績あるシステムを自走化したものです。 MLRS とはモーツポー多数ランチャー打ち上げロケットロケットシステムシステムの頭文字を取っています。ハイマースは大きさは MLRS と変わりありませんが、重量が約半分と空輸しやすい設計になっています。その代わり MLRS が一度に12発のロケット弾を連射できるのに対し、半分ハイマースの6発しか連射はできません。これらの兵器はもともとはアメリカ陸軍が開発したもので、西側諸国や NATO 加盟国にも配備されています。 MLRS は日本の自衛隊にも配備されていますが、射程距離が長すぎるため、その威力を確認できる演習場が日本にはないと言われています。かなり長距離を射程にできて、なおかつ威力の高いこれらの兵器の導入によって、ウクライナとロシアの戦いに変化が出るかもしれません。今回ハイマースと一緒に供与されたロケット弾は M30、M31 であると見られており、 M30 は404個の子弾、 M31 は90kg の榴弾を70メートル先へ高精度に投射することができます。このハイマースには ATACMS ミサイルも発射できます。このハイマースについては、アメリカはウクライナに射程距離約80キロの最新ロケット砲システムの供与を予定しているが、ウクライナ当局者はそれを国内のロシア軍との戦いにのみ使用し、ロシア領土内への攻撃には使わないと誓ったことをウメジー政権の高官が明かしています。ウメジー政権の高官は、ロシアを苦しめるためだけに戦争を長引かせようとしているわけではないと念を押してそうです。この発表を受け、ロシア側は火に油を注ぐと強く反発。ブリンケン米国務長官は、ウクライナ側はロシア領内の目標に対してこれらのシステムを使用しないと我々に確約した。ウクライナと米国の間には同盟国やパートナーと同様に強い信頼の絆がある。として、ウクライナ当局を信じると述べています。ロシア側は、ウクライナがロシア領内にロケットを撃ち込まないとは信じられないとしています。また、このハイマースについては、日本でも、2021年、米陸軍と行った日米共同訓練、オリエントシールド東洋の盾で、北海道の揚子別演習場での米陸軍の高機動ロケット砲システム、ハイマースと陸自の多連装ロケットシステムの実弾射撃を公開しています。記憶に近いところですと、2022年6月5日、 N 渓谷が8発の短距離弾道ミサイルを
日本海に向けて発射した翌日、アメリカと警告も連携して、8発、アメリカ1発、警告7発のエイタクムスを発射し、精密攻撃の能力と準備を示しました。このニュースに、ネットの反応がたくさん上がっていますので、一部を紹介します。ロシアだって、言葉だけでなく、米の武器支援拡大を面白くないと思っている。ロシアが攻撃を受ければ、ロシア国民は動揺します。もし、日本に有事が起これば、アメリカ軍が最初から派兵して戦ってくれると思っている日本人も多いのではないだろうか。アメリカだって、ウクライナに対して武器供与するものの、兵隊は出していない。間接的な支援しかしていない。そう考えると、日本に武器はいらない人といった勘違いした思想はなくなるだろう。武力侵略は損だと、ロシアにも他の国にも分からせる必要がありますね。今、ロシアは、逆という暴力で、世界の平和を奪おうとしている。ロシアの議員が、北海道の利権は、ロシアにあると明言している。ウクライナがこけたら次は日本かも、知れないことを真剣に考えた方がいい。もし、日本にことが起これば欧米は、極東の我が国や台湾に何かあったところで助けには来ないだろう。結局は、自分の国は自分たちで守るしかないということですね。との声が聞かれました。今後としては、ハイマースや供与された武器でどのように戦力化し、ウクライナ軍がどのように反撃するかというところですね。では、今回はこれくらいで。皆さんの感想などを、コメントなどいただけると嬉しいのです。あと、チャンネル登録をいただくと励みになりますので、よかったらお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。